それではですね、イタリアの統一をやっていきましょう。ね。イタリアの統一のことをね、リソルジメントって言いますね。イタリアっていうのは、まあ、ずっとバラバラな状態が続いてたんですが、やっとここでね、統一をされます。さあ、それじゃあですね、イタリアの統一はね、地図がね、結構大事なんですよ。で、まずね、裏の地図で、ちょっとね、位置関係を確認してから、勉強していくと、すごくね、理解がしやすいですよね。さあ、それじゃあですね、このね、リソルジメントは、サルデーニャ王国によって、まあ、成し遂げられるわけなんですが、このサルデーニャ、すごくちっちゃいんですね。で、これイタリアを取っていくんですが、ポイントはね、ロンバルディアとベネツィアっていうところがありますね。南チロールとトリエステ、まあ、大きく言うとイストリアっていうところになるんですが、ここね、オーストリア領なんですよね。イタリア人が住んでんだけど、オーストリア領なんですよ。ね。で、ですね、このナポリ王国とシチリア王国もあるわけですよね。そうするとさ、ね、リソルジメントって何って聞かれたら、まあね、すごく極論しちゃうと、まあ、イタリア人が住んでるところを、まあ、こう、取り返すということが、まあ、一番ね、大事になってきますね。さあ、なので、このサルデーニャね、とにかく、このオーストリアから領土を取る。ここがね、一番のポイントになります。で、この後、フランスとの関係性がありますので、で、さらにはね、プロイセンとのね、関係もあるので、うまくね、3段階で抑えていくといいでしょう。さあ、それじゃあですね、下のポイントから行きましょう。リソルジメントの先駆けからやっていきますね。実はね、最初にこのイタリア統一を試みた人たちが実はいたんですね。共にですね、失敗します。みんなはですね、諸国民の春のところでやってますね。まあ、フランス2月革命の影響を受けて、イタリアでも統一運動が起きたよっていうことです。ね。サルデーニャ王ですね。サルデーニャ王カルロ・アルベルトが挙兵をします。で、このカルロ・アルベルトが兵を挙げるんですが、オーストリアが鎮圧。ね。オーストリアによって鎮圧されますから、このオーストリアをチェックです。あとはですね、青年イタリアのマッツィーニがローマ共和国を打ち立てます。これはフランスが鎮圧しますね。このね、ローマには、まあ、ローマ教皇がいますから、当時はね、このイタリア中部はですね、フランスがまあ、管轄してたんですよね。まあ、管理してるわけですよ。ね。なので、ここはフランスが鎮圧ね。南関公は、カルロ・アルベルトはオーストリアに敗れ、ね。まあ、ついにはフランスに敗れたっていうこの国ね。ここ入れ替えてきますから、ここをしっかり覚えておきます。でね、まあ、リソルジメントの先駆けがあったんですが、これは共に失敗です。このサルデーニャ王カルロ・アルベルトの子供が、まあ、リベンジを果たすわけです。ね。さあ、それじゃあ行きましょう。ね。名前が長い。ね。マルクス・アウレリウス・アントニヌスよりもまあ短いですけど、まあどっこいどっこいですよね。サルデーニャ王国の国王、ビットーリオ・エマヌエーレ2世が出てきますね。国王がビットーリオ・エマヌエーレ2世で、最初にカブールを起用しますね。最初カブールね。これは必ず覚えてください。ね。このカブールはね、もうめちゃくちゃ天才ですよ。ね。もう世界史の人物の中で誰が好きってきたらね、もう僕はね、絶対カブールですよね。ね、大学生になってさ、ちょっとね、こう飲みに行くでしょ？そうするとさ、ね、こう歴史がさ、好きな人たちで飲みに行くわけですよ。ね。大体な、好きな軍師誰って話なんでな。やっぱしね、君主よりもね、ナンバー2の軍師ですよ。ここにね、やっぱ魅力を感じるのが歴史オタクですからね。でね、まあ大体な、みんなな、1位はな、諸葛亮孔明なんだよ。な、やっぱし諸葛孔明ですよ。で、2番目誰だって聞かれたらね、まあここはね、僕は被るなんですけど、まあ大体ね、日本史選択者が多いですから、あの、黒田官兵衛とかさ、ね、官兵衛ですよ。ね、名前ダサいですよね。武田官兵衛とかさ、ね、知らねえよ、そんなやつな。って言って話がもうか、ね、盛り上がるんですけど、僕聞かれたら僕被るって言うんですよ。ね、知らねえとか言われるね。いやーね、日本史選択者怖いですよ。ね、なので、今日はね、ちょっとこのカブールね、少しね、覚えてみてくださいね。さあ、カブールが中心となってですね、このビットーリを盛り立てていきます。さあ、サルデーニャっていうのはね、ちっちゃな国なんですね。とりあえず、いいですか？ね、サルデーニャは、ロンバルディアとベネツィアをとにかく取り返したいです。ここはもう 100% イタリア人ですからね。まあ、100% って言ったら変ですけど、ね、もうイタリア人が住んでるのにオーストリア領ですから、ここをね、取り返さないと、もうイタリア統一もね、減ったくれもないわけですよ。なので、
オーストリアと戦争をしてロンバルディアとベネツィアをゲットする、これがね絶対に大切なんです。でオーストリアっていうのは強いですよね、強いんですよね。サルデーニャが戦ってもまあまず勝てないだろうっていうのが大方の予想ですね。でさらにですね、フランスなんかが味方に入ってきてね、オーストリアのね、入ってきたらですね、こんなのひとたまりもないわけです。なのでカブールは思うわけ、まあとりあえず戦争やるとね、フランスを巻き込まないね、フランスに介入されない、最低でもオーストリアと1対1の対マン勝負をしなければ活路はないと考えるわけです。なのでまずはフランスが絶対に干渉しないと、その約束を取り付ける必要があるわけですね。当時のですね、フランス国王はナポレオン3世になりますね。ナポレオン3世、1853年から始まるクリミア戦争で頑張ってますね。なのでカブールは顔を売るためにですね、このクリミア戦争に参戦します。1855年にクリミア戦争に参戦です。で、サルデーニャがね、援軍を送るんですよ、クリミア戦争に、フランス側にね。で、助けに来ました、フランスの、とかっていうわけです。あ、もう鼻くそみたいな数ですよ。ね、もう軍隊なんてね、しょぼいですよ。全く戦力にならないんですけど、その心遣いがね、やっぱし嬉しいわけですよ。ね。わかる？これね。例えばね、こう、何かな、みんながさ、まあ塾のね、とか予備校の自習室でさ、まあ夜遅くまで勉強してさ、まあ最後に帰るわけですよ。ね。で、ほら、早くな、帰らないと、な、お前、閉まっちゃうぞ、みたいな感じで先生が来るだろ？な、あ、その時に先生がさ、あ、お疲れ、とか言ってさ、ね、ブラックサンダー1個置いてったらさ、めっちゃ感動するよな。ああ、もうね、36円ですよ。ね、36円ですか？合ってる？わかんないね。まあ、30円ちょっとのさ、お菓子なんだけど、まあ、そのありがたさってわかるよね。そうじゃない？ね、ちょっとさ、ああ、もうね、あ、しんどいなって思う時にな、まあ、頑張れよの一言とかさ、な、お疲れとかのね、一言ね、これがね、やっぱしね、さりげないけど、まあ、心に響くわけですよね。あのね、やっぱしね、本当にね、心を動かすものっていうのはね、まあ、過度に装飾されたものではないわけですね。やっぱし心の底から出てくるさりげない言葉、ね、さりげない優しさな、こういうのがいいんですよ。ね。だからクリミア戦争もそうだよね。サルデーニャっていうちっちゃな国なんだけど、無理してね、援軍送ってくれたって。もうブラックサンダーですよ。ね。サルデーニャなんてブラックサンダーみたいなものなんだけど、でもやっぱしね、ここはね、男気、ね、の金銭に触れるわけですよ。やっぱ感動するよね。でね、ナポレオン3世感激、お、サルデーニャ、いいな、な、仲良くしような、とか言うわけですよ。で、そこで、カブールが言うわけ。ね。あのって、僕、オーストリアと戦うんですけど、フランスは干渉しないでくださいっていうのね。ナポレオン3世びっくりですよ。お前、オーストリアと戦うのって、お前、無理だよ、勝てねえよって。いうわけね。で、まあね、当時で言うとね、まあ偏差値ね、40ぐらいのやつがね、東京大学受けるみたいなもんですよ。あ、無理無理無理っていうわけね。で、どうせ無理だから、いいよ、好きにしろって。な、任せるよって言うんですよ。で、フランスは干渉しないことを決めます。これをですね、プロンビエールの密約って言いますね。プロンビエールの密約は少し難しいですが、まあ覚えておいてもいいでしょう。ね、ナポレオン3世が、まあフランスが、このイタリア統一戦争に介入しないという約束を取り付けます。で、この約束を取り付けたので、ですね、オーストリアとの対マン勝負に持ち込みますよね。で、オーストリアとイタリア統一戦争を1859年から開始します。ね。誰もがオーストリアが勝つと思ってました。だけどやっぱしね、イタリアには天才軍師カブールがいるんですよ。彼はやっぱしね、めちゃくちゃ強いですよ。ね。でね、イタリア統一戦争、当然ね、サルデーニャ傷つきますよ。もう激しい戦闘があって、負けそうになるんですけど、やっぱりそこはカブールの腕でね、なんとかね、応戦するんです。でね、勝ちそうになるんですよ。ロンバルディアとベネツィア、取るんだよな。あ、取るっていうか、取る直前まで行くんですよ。ね。ロンバルディアはゲット。ベネツィアもあと少しまで行くんですよ。ね。あともう一押しで、ベネツィアも取られると。ね。いうとこまで来るんですけど、それを見たナポレオン3世がビビるんだよね。やばいって、サルデーニャってこんなに強いのってびっくりするわけ。カブールってすごすぎじゃねって思って、これビビるんだよね。やばいって、サルデーニャが勝ったら、ちょっとフランスもね、シャレにならないから、ここは邪魔させてもらいますっていうことで、ナポレオン3世が裏切ってですね、オーストリア側につくんです。ね。ナポレオン3世が裏切って、オーストリア側に着きます。オーストリアとね、ビラフランカ条約っていうのを結ぶんですね。さすがにフランスが介入してくるともうどうしようもないので、
イタリア統一戦争はここで終了します。結局サルデーニア、まあカブールはですね、まあビットリオね、ロンバルディアのみ獲得ですよね。ロンバルディアのみ獲得ののみにチェックです。ベネツィアは取れませんよ。ね。ベネツィアは取れないと。ね。なんだよ、それってことになりますよね。もう、あと一押しでベネツィア取れたのに、ナポレオン3世が邪魔をするわけです。ね。約束破ってですよ。ね。邪魔しないよって約束してたのに、いや、ごめん、やっぱし邪魔させてもらいますみたいな感じで入ってくるわけですよ。こんなことやられたらさ、普通怒るよね。カブーね。ふざけんなよって。まあ、言ってることとやってることが違うじゃないかよってね、ブー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 打たれるわけです。ナポレオン3世もやっぱし悪いと思うよね。だって約束してるのに破るわけですから、これはすまないなって思うわけですよ。ね、普通だったらそうですよね。ところがね、カブール違うんですよ。これはね、やっぱ彼はすごいですよ。ね、許してあげるんです。そういうこともあるよね。よく気持ちわかるよ。みたいなね。裏切りたくなる時もあるよね。みたいなね、感じなんですよ。で、ナポレオン3世に対して怒らないんですね。で、ナポレオン3世、え?とかって思うんですよ。でね、カブールがね、まあ、そういう時もあるよね。ね、よくわかるわーとか言うの。あのさーって、ところでさーって言うのね。で、ところでさーって言って、裏の地図見てほしいんだけど、サルデーニャってね、サボイアとニースを持ってるんですね。でも、サボイアとね、ニースっていうのはフランス人が多いんです。ね、フランス人が多いのね。で、このカブールがナポレオン3世に言うわけですよ。あのさって、サボイアとニース、ここフランス人多いから、フランスがいいんじゃない?ね。サボイア、ニースと中部イタリアを交換しましょうって言うんですよ。ね。中部イタリアを併合するのを認めてもらえたら、ね。サボイアとニースをあげるよっていうのね。で、ナポレオン3世的にはこれは超美味しい話ですよ。だって、フランスが中部イタリアね、これ管理してても意味がないわけですよ。ね。中部イタリアなんて別にどうでもいいの離れてっからね。それよりもやっぱしフランス人が住んでるサボイアとニースをゲットした方が、まあいいよね。国内の支持率も上がるわけです。で、ナポレオン3世喜んで、このね、中部イタリアを差し出します。ね、まあ中部イタリア併合を認めます。なので中部イタリアを併合。ね、その代わりサボイアとニースをフランスに、まああげちゃいます。ね、ここね。これで、まあ、とりあえずね、ベネツィアはないんだけど、まあ、真ん中まで来ました。あとは、ナポリ王国とシチリア王国ね、これをやっつけたら、まあ、終わりなわけです。ところがさ、シチリアにね、変な男が出てくるんですよ。ガリバルディっていうやつが出てきて、このガリバルディね、漁師さんなんですね。で、まあ、彼もですね、イタリア統一されないことに心を痛めてるわけです。ふとさ、あ、ちょっとさ、みんなでな、サークル作んね、とかって言い出すわけ。でね、とりあえず、千人隊っていうのを作るんですよ。千人隊は別名、赤シャツ隊って言いますね。みんなにね、赤シャツ配って、みんなで赤シャツ着るんだよね。で、赤シャツ着て、まあちょっと、わーとか言って、ちょっと叫ぶわけです。で、ちょっと暴れてみるわけです。そうするとね、シチリア取っちゃうんですよ。ね、シチリア取っちゃって、勢いに乗って、ナポリ王国まで取っちゃうんです。ね、シチリアとナポリをガリバルディが取っちゃう。ね、上からは、カブール、を軍師としてね、カブールを最小としたビットーリオがね、まあサルデーニャが下に進んでいくと、シチリアのガリバルディがまあシチリアだけじゃなくナポリまで、占領しちゃうと、でちょうどこうね上と下にまあ綺麗に分かれちゃうわけです。ビットーリオエマヌエーレ2世とね、ガリバルディで半々になるわけね。でこれを見てねカブールはねすごく悩むんです。だってそうでしょ。もしね、普通に考えたら、この後、ビットーリオと、まあ、ガリバルディがイタリア統一をめぐって戦うわけですよ。でも、二人とも、ガチイタリア人ですからね。イタリア人同士で戦うのは、リー・ソルジメントじゃないわけですよ。ね。リー・ソルジメントは、もう最大の売りは、ね、イタリア人が住んでんだけど、イタリアじゃないところを取り返して、イタリアを一つにまとめるの。だから、イタリア人同士が戦ったら、ダメなんですよ。ね。だから、これ、カブール困ったなーって思うんですよ。でも、どうしようもないから、とりあえず、ビットーリオとガリバルディを、ちょっと、合わせて、会談させて、話し合いな?ちょっとしてみようぜって思うことで、思ってね。まあ、この二人の会談をセッティングするんです。そしたらね、これもうね、かっこいいですよ。ね、馬にさ、二人とも乗ってくるわけです。ビットーリオとガリバルディが乗ってきて、馬に乗ってね、会うだろう?さあね、握手するんですよ。こうね、かっこいい。握手して、ガリバルディが言うんだよ。あげるよって。ね。お前さんに、ね、くれてやるって言うんだよ。あ。
別に俺は、イタリア統一ね、したいんだよ、したいんだけど王様になりたいわけじゃないんです。イタリアを一つにまとまってくれればそれでいいんですよ。だったらお前さんがやりなよって言って、このシチリアとナポリを献上して、で俺は漁師だからまたシチリアも戻ってね、魚取るわ、じゃなとか言って帰ってくの、かっこいいよね。これはね、やっぱし男ならね、憧れますよね。お前さんに任せるよって言って、まあ全てを託してね、去っていく。渋いね。でこれでまあほぼほぼイタリア統一終了になります。イタリア統一ね、あっけないよね。あの意外とね、あっけないんですよね。意外とあっけないんだけど、これがねやっぱしね、かっこいいですよね。で1861年にイタリア王国が成立し、都はですね、トリノ、フィレンツェ、ローマって変わってきますね。トリノ、フィレンツェ、ローマって変わってきますよね。さあここまでね、覚えてください。さあそうするとね、まあイタリア王国は一応できるんですけど、まだ取り切れてないとこがあるんですね。で取り切れてないところがあって、そこは非常に心残りなわけです。で、カブールはまあ志半ばで死んでいくわけですよ。で、ビットーリオ困るんだよ。な、カブールお前が死ぬと困るよっていうのをね、カブールがね、遺言残すんです。ね、そうですって。あなたはアホです。ね、ダメ人間ですって。あなたが決めることはことごとく失敗するでしょうとか言うとね、本当？みたいなね。でも言うわけ。でね、プロイセンに、ね、プロイセンという国にビスマルクという男がいると。彼は私と同じぐらい天才だって。だから、この後何があってもビスマルクの味方をしなさいと。ね、何があってもでもどんなことがあっても誰に何と言われようと最後までビスマルクを信じなさいと。さすれば道は開けるでしょうっていうのね。そしたらまあビットーリオのね、偉いところはね、ちゃんとカブルの言うこと聞くんだよね。でこの後プロイセンがオーストリアと戦争をし、フランスと戦争をするんです。プロイセンオーストリア戦争の時に当然サルデーニャはプロイセンの味方をします。プロイセンが勝利するので、この時にオーストリアからベネツィアを取りますね。1870年はプロイセンがフランスと戦争します。ここでもプロイセンの味方をするんです。で、普仏戦争はプロイセンが勝つので、強行領をゲットします。まあこれでかなりね、取り切りましたよね、領土をね。なので不応戦争をきっかけにベネツィア併合、普仏戦争をきっかけに強行領もしくはローマ強行領を併合したと。こう覚えてくださいね。さあイタリア統一はね、流れ簡単だよね。もうね、このね、偉大な男カブールとガリバルディがいますから、こいつらのおかげでイタリア統一っていうのは超簡単になりますよね。でだからやっぱしね、地図だよね、ロンバルディアとベネツィアとサボイアとニースな、ここの位置をしっかりね、押さえておくといいでしょう。ただね、いろいろ問題もありますね。2つぐらいあって、ローマ教皇領を取っちゃうんだよね。でローマ教皇がね、いじけるのね。なんでイタリア王国に併合されなきゃいけないんだわーとか言ってんのね。で自分のことをバチカンの囚人と揶揄します。バチカンの囚人と自分のことを揶揄したのはピウス9世になりますね。ピウス9世がさ、自虐ネタ連発ですよ。いいよいいよって、どうせ俺は囚人だよってバチカンのとか言うわけね。これはこれでまた渋いよね。自虐ネタね、いいですよね。であとはですね、まだね、取り切れてないところがあるんです。オーストリア領なんだけど、イタリア人が住んでるところ。これね、未改宗のイタリアって言って、具体的にはですね、南チロルとトリエステになりますね。トリエステをね、広く言うと、なんていうの、トリエステを含むエリアのことをイストリアって言うんですけど、まあね、両方でちょっと見とくといいと思いますね。未改宗のイタリアは、南チロルとトリエステになりますね。さあ、こんな感じでね、イタリアを押さえておくといいと思います。さあ、それじゃあちょっと盲点いきましょう。ね。イタリア統一戦争にちょっと戻りますか。ね。このイタリア統一戦争はすごく激しかったです。特にですね、一番の激戦地はソルフェリーノというところで、ソルフェリーノの戦いっていうのが、もうね、最大の激戦でした。ね。これを見てですね、あまりにも怪我人が多いので、これに心を痛めたですね、ジュネーブ出身の銀行家、ね。がですね、国際赤十字委員会を作るんですね。まあごめんね、赤十字国際委員会を作ります。赤十字誕生ですよ。ね、赤十字知ってますよね。赤十字国際委員会を設立します。これはアンリ・デュナンですね。まあ赤十字を作ったのはデュナンです。
ね、赤十字を作ったのはデュナンで、イタリア統一戦争を見てだよっていうのを覚えておくといいでしょう。ね。さあ、それじゃあ、裏行きましょう。ね、裏で。裏はね、まだちょっと後で、この後第一次世界大戦とか第二次世界大戦の時に勉強するので、今日は書いとくだけでいいでしょう。ね。この後ですね、バチカンの囚人から解放される時が来ます。いわゆるバチカン市国ができる時ね、これをね、作らせてあげたのが、ムッソリーニで、ラテラン条約でバチカン市国を認めてあげます。まあ、バチカン市国は、ラテラン条約で誕生。ね。ムッソリーニがお膳立てというふうに覚えておけばいいでしょう。でね、未開州のイタリアってね、まだあるんですよ。ね。ですね。ごめんね。その前にね、未開州のイタリアを回収したとき、ね。これ第一次世界大戦が終わった後ですね。オーストリアとサンジェルマン条約を結んで、まあ、南チロルとトリエステを併合します。ね。まあ、回収ね。しますね。でね、実はね、もう一個ね、未開州のイタリアってあるんですよ。これね、オーストリアよりじゃないんだよね。フィウメっていうところがあって、ね、ここがあってね、ここね、ダヌンツィオっていうやつがね、占領するんですけど、国際連盟がね、いやダメだよっつって自由視になるんだよね。で、ムッソリーニが併合するんだけど、第二次世界大戦は融合領になるんですよ。ね。実はフィウメもね、未開州のイタリアの一つにではありますね。まあ、ダヌンツィオとくっつけとくと、入試的にはいいかなと思いますね。まあ、ちょっと難しいですよ。ね。さあ、そんな感じで、ちょっとフィウメはね、置いといて、しっかりね、イタリア統一ね、流れを抑えといてください。